どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はシーズン終盤恒例となっておりますファイナルガチャということでですね、レア天井を引くまでガチャを回してですね、新シーズンを迎えたいかなと思っております。でですね、今シーズン通常ガチャで引いた武将たちっていうのがこんな感じになってます。はい、かなり数は引いてるとは思うんですよね。ただこれは普通に金州使って回してますので、無料半額だけではないということになってます。で、少ないんですけども、無料ガチャ券みたいな8枚ぐらいもらえたのかな、これ3周年イベントでっていうことなんですけど、そんなも含めてのこの星5の獲得ということになってますね。で、一応低排出を星マークでつけてるんですけども、この中だと大元気、あと聴覚がですね、もう貫突してたっていうことでですね、この2つを引いた時は本当に大パンものだったなっていうところですね。ただ SP 周遊に関しては引いたことによって貫突できましたし、ノーマル周遊やあと対視時に関しては当たりっていうことになってるので、まあそこまで極端に悪くはなかったかなっていう感じですね。で、他の、後輩出武将に関しても序盤はね、めちゃめちゃひどかったなっていう気がするんですよね。本当にもう貫突してる武将とか到底使わないような武将ばっかりで本当にイライラしたんですけど、ここ最近はですね、テーフを引いたりだとかっていうことで、まあ見えるような感じにはなってきたかなっていうところですね。なんで最初の方はですね、本当にこのガチャどないなってんねんっていう感じだったんですけど、確率が収束したのか、まあこんなもんやろうというふうに思えるぐらいのラインナップにはなったかなと思いますね。で、通常ガチャなのでこれラインナップの数がとんでもないんですよね。普通のシーズン1から登場してた武将に加えてですね、 PK 武将も破業終わったら追加されるっていうことになりますので、まあこれ結構な数がいますよね。この中で欲しいものをピンポイントで当てるなんていうことはまあなかなか厳しいかなとは思うんですけども、一応ですね、後輩出武将は2枚ぐらいは出る可能性がありますよね。レア点まで回すっていうことになってるので、なんでその後輩出武将の中で誰が欲しいかって言われたらやっぱり巨遊ですよね。もう次の旧剣霊は巨遊取ってもいいんじゃないかっていうぐらい欲しいなっていう感じになってます。今3凸なんですけど、やっぱりなかなか引けないですからね。多分旧剣霊引いて、で最終的に貫突した後もう1枚引くなんていうことはこのゲームを続けてる間はないような気しますしね。あと継承戦法に関しても多分これ使ってる人いないと思うんですけど、兵力が最も高い敵軍単体に自軍全体を挑発させということで、逆挑発ということでね、まあこういった戦法っていうのも何かしら使えるみたいなのを考えたいなみたいなところもあるので、共有はまあ結構あってもいいかなっていうふうには思いますね。後輩室でもまあ他にもいい部署っていうのはたくさんいるんですけどね、まあ学神であるだとか、あと法政とかもね、僕めちゃめちゃ欲しかったりするんですけども、まあ全て上げてたらね、キリがないんでこれぐらいにしたいかなとは思うんですが、まあ後輩室も因があるんでね、なんとか当てたいかなっていうところではあります。まあただ本当にね、確率はいじってるだろうなって思うので、まあクソばっかりなんか出るんでしょうね。で、低排出っていうことやったらやっぱり曹操なんか引きたいですね。もう長いこと見てないですからね。で、一応旧剣霊で取っても2凸ということで、籠城自主なんかで変えたっていうところはあるんですけども、やっぱり進めたいですよね、凸ね。いろんな編成で使えますんで、まあ今後ともこの曹操が廃れるなんていうことは想像できないんでね、この辺が引いてくれたらなというふうには考えております。で、一応ですね、5月の19日の、2回目のガチャで星5武将を引いてるので、今までっていうことだったら、一応、16回引いてることになるんですよね。なんで、1枚目に関しては、あと14回回したら出るっていうことになってます。で、合計ですね、多分最高でも3枚ですね、レア点引くまでっていうことになってるので、どれだけ星5を引いても3枚までということになるので、そこまで長いガチャにはならないんじゃないかと思います。一応禁酒は切れたら課金するつもりではいるんですけどね、もうせっかくなんでね、次のシーズンまで課金せずに迎えたいなとは思っております。そしたらちょうど無料半額が回せるので、これ先に回してしまいましょうか。これで17かな、まあ出ないとは思いますけどね。で18、まあそうですよね。そしたらこっから5連ずつ回していきましょうか。これで23かな、28、おちょっと待ってくれ、終わっちゃった。いや、それ課金せんでもよくはなったけど、これ低排出ですよね。
かも超非貫突してるんよ。いやもうあまりのことにちょっと反応に困ったわ。マジか。ここの3枚で何かしら出たらちょっと追加で回してもいいかなってちょっと思ったんですけど、うわしょうもない結果。いややっぱ通常ガチャクソやね。なんか引いた武将はさらになんか確率アップみたいなことがあってもおかしくないぐらいちょっと疑ってしまうような結果になってしまいましたけどね。なんでまあこの張飛は餌ですね、完全に。まあただ北伐荘のね使う武将たちのアニメーション解放したいっていうのがあるので、この食の武将が出てくれるのは嬉しいんですけどね。もうただもう手配っすはやめてくれよ。もう絶対手配っすですよね、張飛ね。後輩っすなんていうことはなかったと思いますから、これで一応終わりということになりますから、一応確認しとこうか。はい、こんな感じでやっぱり一番上にありましたね、低配室ということで今回で終わりということになります。マジでおもんないな。追い金せんかったら嬉しいんですけど、ちょっとドキドキしてたんですけどね、何が出るかなって思ってたんですけど、こんな終わり方になるっていうのはちょっと想像がつかなかったですね。絶句という感じですね。はい、いかがだったでしょうか。一応これもね、筋書きのないドラマということでですね、ご容赦いただけたらと思います。で、一応ですね、5月の25日スタだということでですね、生放送の方も定例ではありますけどもやりたいかなと思っております。一応ね、時期的には休みにくい時期ではあるんですけども、休み取ってがっつりとやりたいかなと思います。で、今回の、生放送に関してはですね、いつもゲストの方2人来ていただきながらやってたんですけど、ちょっと時間的なことで都合がつかないということで1人でやりたいかなと思います。なんで話し相手もいなくてね、寂しいということがあるので、まあ、たくさん来ていただいてですね、コメント書き込んでいただけたらですね、寂しくなくスタートできるかなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。